さて今回はドラクエ6のスライムカーリングを極めていこうじゃないかと思います。このドラクエ6の DS 版に搭載されているミニゲームなんですけど、この DS 版ならではのね、タッチペンで氷をコス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 と擦ってスライムをこう滑らして、まあ、いわゆるカーリングをやると、そういうミニゲームなんですよね。まあ見たらわかると思うんですけど、今生配信でねドラクエ6攻略中なんですけど、まあ、これ生配信でやるのもさすがになっていうところだったんで、まあ、動画でね、見やすいようにまとめてみようかなと。で配信中にやって、まあ、1個目初めてのカーリングが70点、ただこれ100点を取らないと次のステージに行けないみたいなんで、なかなかね難しそうなんですけど、このベーシックなカーリング、これクリア条件100点、やってみましょう。見たらわかると思うんでね、とりあえずシンプルですよ。このねスライムをね、かわいいプニプニのちょっと寄り目スライム、これを弾いてコス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 、これタッチペンで今ね DS をこすってるんですけど、こすってこすって100点で止めるっていうね。まあ行き過ぎ、こすりすぎた今のは。ちょっとこすっちゃいましたね。もうスライムを心なしかとんがっちゃってるから。これがね、案外むずいっていうね。割と敏感にスライムが動くんで、100点でこれもうど真ん中だからね。ただ100点取らないと次のコースいけないんで、これをひたすらこすっていこうと思います。多分カットします。まだこすりすぎたか。なんならさっきよりこすりすぎてる。こすりすぎるね。飛ばしてこう、こすりすぎない。コスコス！コスコスコス！コスコス！いや、ちょっとでも、さすがにこすらなすぎたか、これは。さすがにこすらなすぎ？さすがにでしたね。もうちょい。今、コスコス！コスコスぐらいで言ったけど、コス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 ！コス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 ぐらいの。それで行きましょう。まだ足りないか？足りない。塩梅がむずいな。これ。で、やりすぎてこれ、下のタッチ画面、ジャギジャギになるんじゃないか。ちょうどいいとこ狙わなきゃいけないな。擦りすぎても、行き過ぎちゃうし、擦らなすぎても達せないんで、こんぐらいか？シュッシュッシュッシュ、こ、止まれ。おー、70。もう一コスいったら今100いってたかもしんないな。もう一コスの勇気。もっといけ。あー、難しいね。うわー、あー、惜しい。うわー、来た。うわー、惜しい。あと一コス。いけ。いけ。いけ。うわー。今のも入ってるやろ。一コスじゃ足りないな。もう二コスだな。こんぐらい。うわ、いいんじゃない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 、止まれ！うわ、100！だいぶ甘い判定。だいぶ甘い判定だけど。いいんだな、今のは。判定ちょっとよくわからないけど、いけたらしいわ。喜んどるわ、スライムが。絶対今行き過ぎたと思ったな。擦りすぎて。ちょっとじゃあ割と強気なのか。雪山は爆発だ。ちょっと待て、雪山は爆発、アドベンチャーなカーリング。崖から落ちないようスライムをカーブさせつつ、爆弾岩の爆発を盾で防ぐ。盾？カーリングで盾？どうしよう、太陽の塔みたいな盾だったらどうしようかな。岡本太郎。うーわ、むずそう。なにそれ。あー、拾えってこと道中。むずいやん、急激に。急にマリオ64みたいになってるやん。これ、盾があって、素早さの種。あー、なるほど、加速して。あー、早い。早すぎる。盾はこれ最初に取っちゃうけど、どうやって使うんだろうな。加速してる、加速してる。あそか、盾持ってるから。爆発した！うわー、なるほど、爆発で押し出されちまうのか。あれ、爆弾岩の配置変わった？あ、配置変わってる。変わってるか？なんかランダムっぽいな。素早さ取る。あんま擦んなくていいのかもしれない。うわー、爆発。あ、でも、その爆発を利用していけ。つまり、いけるぞ。お、いけたんじゃない？うわ、惜しい。62点。あ、途中のなんか拾ってるコインもある得点ってことか。ということは、途中で30点ぐらい獲得したら、
70点でもクリアってこと、30点も獲得できるか。いや多分100には絶対止まんなきゃいけないんだ。100プラスアルファだろうな。100プラスアルファだな。あの配置変わってないわ。配置変わったかと思った。これでもそんな攻めらんないよな。種がでも、あでも種変わってる気がする。さっきこんななかった気がするな。あらやばい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 、いけ、それにいける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 、いけんじゃない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 。174点、うまうますぎる。待って、ハイスコアだけど、これ何点でクリアだっけ。100でいいのか、見てなかった。いっぱい倒せ。まさかこんなすぐいけるとは。あ、これ100点でいいのか、よかった。あ、次200点だ。ピン倒しのカーリング、素早さの種を拾い、スライムの速度を上げ、モンスターを投げ倒そう。うわ、これは面白そうだな。これだ、おお、神田田じゃねえか。これをボーリングみたいに倒せってこと。ああ、なるほど。どんどん加速しろってことね。はいはいはい。でも200点か。何神田田倒せば、200点になるんだろうな。うわ、早い。思いのほか早い。思いのほか早くて全然。ああ、で、しかも中央に当てなきゃな、そもそもな。全然倒れねえ。全然倒れねえじゃん。微動だにしねえ。微動はしてるけど、倒れる素振りゼロ。意外に素早さのための加速が早いから、焦っちゃうと全然拾えないな。色的にカンダタじゃなくてエリミネーターだなこれ。いやでもいい入射角。いやーちょっとずれてんな。お、いや速度が全然足りないな。これも中央突破でいい気がする。はい、よい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 けいけいけいけ、うわ、いいんじゃない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 、うえ、218。やっぱ素早さの種の配置だな。あれ、これ全部倒したら気持ちいいだろうな。でもまあ200点超えたからいいわ。218、よーし、ダッシュでジャンプ。いや、むずそう、ジャンプ。次は300点、ひたすらタッチペンをスライドして、だからといってカーブしないよう、まっすぐ遠くへジャンプしよう。じゃあ今回もまだ曲がりくねってるやつってことかな。おお、ジャンプ台がある。スキージャンプだ。ああ、なるほど、素早さの種で加速して。うわ、でも長いな。ただまっすぐ飛べば良さそうではあるけど、でも種取らなきゃさすがに落ちるよな。種は取って、うわ、でも加速全然いまいちだね。そんなに加速できない。うわ、うわー、なんか、すげー曲がる。すげー曲がる。うわ、いけー、ピョイーン。うわー、300が K 点か。ドス。いいスラタクができたな、スラタクが。なるほどなー。これも素早さの種をいかに拾うかだな。ただ、思いのほか曲がっちゃうんだよね。おー、でもこれは拾いやすそう。うわ、あの3つ並んでんのはもうしょうがないもんな。あれも ずっとまっすぐだぞ、これは。これはラッキー配置なんじゃない。ひたすらまっすぐだ。うわ、ちょっとずれるな、スライム。ずれないで。ずれずにずれずに。真ん中でいい、真ん中でいい。いいよいいよいいよ、真ん中でいい、真ん中でいい。あ、いいね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 、すごい、すごい、すごいよ。すごくいい、すごくいい。うわー、K 点超えた。330。慣れてきた。俺スライムカーリングマジで極め出してんじゃない。慣れてきたね。なんか最初の第一ステージが一番難しかったんじゃねえか。だんだん慣れてきてる。崖崖パニック、これも落ちやすいんだろうな。ついにラストステージに来ちゃいましたね。思いのか早かったな。崖崖パニック、あ、点数なし。このコースをじっくりと見て、どのルートを通ればいいか見極めよう。ほう、まあ、ワニワニパニック的な運要素があんのかな。うわー、なるほど。うわ、めっちゃエッジ効いた。ヘアピンカーブある。うわ、やべえ。むずそう。むずそうだ。右の細すぎるだろう。ただ、爆弾岩もいるからってことね。でも、これってさ、別にもう、次のステージしかないから、とにかくゴールさえしちまえばこっちのもんって感じだよな。ゴールさえ。いやー、避けた。ナイス。いやー、そっち行っちゃった。そっち狭そう。うわー、狭い。むず、なんだこれ。
イライラ棒じゃんもはや。負けない。ナイス。あーいけるか。おーいうま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 い。種取って種。ナイスナイスナイス。右右右右。オッケー。左左左左。あーそんなヘアピン曲がれますか？カーリングで。なんなら右から行って素早さの種取らないと減速激しいのかな。意外にこっち行けたりしない？意外に、おー落ちるよね。やっぱ右を越える練習をした方がいい気がするな。うわうまっ、うわうまっ、うわうまっ、いけ、ナイスナイスナイス、うまっ、スライクソ。素早さのた種取ってもこすらなすぎると減速して落ちちゃうんだな。うまい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 、わお一撃アウトなんだこれ。あー早すぎる早すぎるスライム、うわクソ耐えろ。うわここ一番むずい。ナイスナイスナイス、うわいけ、あクソ、いや行きすぎ、うわクソ、うわクソ、いや曲がれねえここ。あーうまい。うわ早すぎる。早すぎて今左太ももこすってた。うわーくそ。うわーくそ早すぎた。早すぎたー。いける、あーくそ今いけたろ。いける。いやーくそマジかよ。マジかポヨーンじゃないよ。うわー当たっちゃダメか。うわー止まれ、止まってくれー、くそいけたと思ったのに。もうこすんなくていいのかあそこ。今のは止まってくれよスライム、止まってくれよ。いけ、あ行き過ぎた、くそやっぱこすっちまう。あ、ちょっと待って、あー、くそ。今、ビビって擦るのはやめたけど、ダメだなー。うわ、いや、いける、いける、止まれ、止まって、ふい、止まらない。止まっていい、止まっていい。止まれ、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 止まる。うぅい、止まった、止まったー、これでクリア、クリアしたー、もういって、これで全クリかー。おお全部終わった、全部終わりましたー。いやー最後むずー、崖崖パニック、いやー十分遊んだわ最後の、いや最後ので100点目指すとかちょっとさすがに厳しいな。検証円になる、俺が検証円になるか、タッチペンのペン先がもうドゥルドゥルになるか、 DS の画面がえぐれ取れるか、もうどれが早いかなんでいやミニゲームにしちゃ、いや途中までは結構ね、最初の初めてのカーリングと終わりの崖崖パニックがむずすぎるわ。途中はなんかねサクサクだったんだけどね、びっくりした、難しすぎて。いや皆さんも検証にならないように気をつけてこれやってみてください。スライムカーリングですね、もう1ステージありました。あんな苦戦した崖かけパニックのクリア条件300点、まだ達成してないと。でそれで次が出てくるわけですね。あー前回215点で終わってますね。でちょっと間が空いちゃったんでね、もうコツとか忘れてると思うんですけど、ちょっとまた崖崖パニックからやりましょう、最後のステージに向けて。いやまあまあクリアはできたわけだし、いけるいける、感覚さえ取り戻しちゃいけるはずだ。よし、いやちょまあまあまあ最初はね、いやでも大丈夫、なんとなく覚えてるかも。今落ちなかっただけでもなかなか感覚は失われてないと確信できた。いけるわ。
いけ、止まれ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 ない。いや、でも 3回目でゴールまで来れたってことはちゃんと感覚がまだ残ってるね、体に。よかったよかった、いけそうだった。お、いいんじゃない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 、うーん、もうちょい。300か、結構大変だな。早すぎる。ああ、えー、い、うわくそ、うわー、あーくそ、いけるか、止まってくれ、うー、うわー、うわー、滑るなー、あー、えー、ポヨンじゃないよ、うわ、いけ、くそー、いけ、あ、ちょうどいい、ちょうどいいところで気が当たった、うわー、止まれよー。ちょっとゆっくりやってみるか、そんな急がんでもいいのかもしれんな。とはいえね、ちょ、多少手なんか離しつつ、あ、いいじゃん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 、あ、これ取れねえわ、取れない取れない、耐えた。いやー、そこで加速、あー、いや、でもそこの木の上脇抜けてたら割と良かったかもな。で、結構ゆっくりでいけるかも、今結構手離してたわ、逆に今まで擦りすぎだったのか。こういうのもうこっちからももうこんなんでいっちゃって、さすがに止まる。これはさすがに止まるか。いや、あの種までいければ、あ、いける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 、お、いける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 、このスピードでいけるんだ逆に。ちょ、種、あー、やばい、種取れんかったな。でもなんか地味に生きてんな、地味に生きてる。あ、こんなんでいいの、こんなんでいいのか、いける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 、いやいや、届かないかい。いや、このスローでいけるんだ。あ、ちょっとこれ新発見かも、この、あ、うんこ受けれる、あー、くそ、ゆっくりだからそんなに焦って右に擦らなくてもすぐ右に曲がってくれるな。分かってきた、これでどうだ、これでどうだ、どうだ、うーん、でもうちょっとコイン取ってればいいんだな。いや、いけるいける、見えてきた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 、テクってきたわ、だいぶ。右、左左左、よし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 、よーし、いいよ、ゆっくり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 、こすれ、来た来たか、止まれ、うわー、来た、よーしゃー、338、うわー、苦戦したわー。優しくゆっくりスローこすりだったわ、ここの正解は。今までのコースはね、結構忙しくこすんなきゃ、せわしなくこすんなきゃダメだったんだけど、スローこすりが正解だったか。いやー、ようやくいけた。うなれ、魔法玉、こすってこすって魔法玉が出ちゃうってこと、大丈夫かこれ。スクエニさん、うなれ魔法玉、ウルティメイトのカーリング、ボスはただぶつかるだけじゃ倒せない、魔法玉を拾って結界を打ち破れ。大丈夫なんですか、ドラクエでそんなうなれ魔法玉つってね、え、魔法玉で結界を打ち破れつって、こすってこすってって、本当に大丈夫ですか。おお、なんかいる、なんかいるね。おお、なんか見たことない、見たことないアイテムもある、ナイフみたいなのあるな。ちょっとじゃあ、ま、ナイフ狙いで行ってみる。これ素早さの種あるってことは多分加速しない、あ、これが魔法玉か、赤玉じゃねえか、赤玉、ちょ、ひでひでひで、よし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 、赤玉を取っていけってことか、いけ、いや、倒せない。赤玉が足りない。剣は1個も取ればいいってことかな。ちょっと斜めに行って、これ剣取る。
加速、あんま加速しなくていいな。えっ、ああそうか、やっぱ加速も必要なのか。あれ、あの赤ビヨビヨがもしかして赤玉の数なのか。あ、じゃあスピード重視かも。赤ビヨビヨが多分必要な赤玉の数だな。避けて避けて、剣だけ取って、赤玉1個取って、ダメじゃん。あ、消えた。赤玉の数ではない。いけ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 。じゃあダメだ。やっぱ剣が当たってないからじゃない？俺、体が、スラリンの体が当たってるからかな。いけ！おー、いけた！いけたー！何が違ったんだろう？今までとでも勝ってた気がしたけど。何が違ったのかよくわからん。正面から当たったからかな。いや、もういいわ。よーし、終わりました。いや、崖崖パニックが一番難かったわ。崖崖パニック苦戦したな。いや、うなれ魔法玉はね、多分慣れたら爽快感があるんだろうね。ススーつってバーンっていう最後綺麗だからね。というわけでスライムカーリング制覇しました。ただまあ何ももらえねえんだよな。ただのハイスコア勝負ということで、皆さんもぜひね、ドラクエ 6DS 版を買って、この私のハイスコアに挑んでみてください。まあ多分余裕で超えれるとは思いますけど、慣れたらね。いや、でもむずいと思うけどな、これタッチペンゴシゴシは。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。